ジョナサン・フィゲロアは、プロレスラー。アメイジング・レッドのリングネームで知られる。いとこに、ロー、CZW で活躍した、スパニッシュアナウンスチームがいる。フィゲロアは、元は、レッドの名前で活動しており、プエルトリコのインターナショナルレスリング・アソシエーション、通称、いわプエルトリコで活動しているときに、ブッカーのサビオ・ベガから、リングネームに、素晴らしいという意味のアメイジングをつけてもらい。 リングネームをアメージングレッドに改めている。また、その時期にすでにアメリカのインディ団体であるティネの X ディビジョン戦線に参戦しており、ティネ、X ディビジョン王座とジェリーリンとのタッグで NWA 世界タッグチーム王座を同時に保持していた時期もあった。ティネ参戦と同時期にローにも参戦しており、タッグチームであるザイス AT に加入しているが、 SAT から離脱すると、フェノメナール AJ スタイルズとタッグを組み、アメージングフェノメナールを結成していた。アメージングフェノメナールは、クリストファー・ダニエルズとドノバン・モーガンから、ロー世界タッグ王座を奪っている。2003年後半には全日本プロレスにミステリオ、レッドやアイウォーク・スプリガンのリングネームで、ツアーに参戦しているが、引退寸前になる深刻な膝の怪我、 全十字人体を断絶する怪我を負ってしまい、手術を受けている。2004年3月に、ティネに復帰しているが、活躍できなかったために離脱すると、インディ団体へと活動の場を移している。2005年5月には、WWE スマックダウンのダークマッチで、CM パンクと対戦している。2006年初めにニューヨークレスリングコネクションに参戦、するが試合中に、 膝の怪我を再発してしまっていい。これを機に一時的にフルタイムでのレスラーの活動をやめ、膝の治癒のために半引退のような形でプロレスから離れることになる。2008年11月にジャージーをオールプロレスリングの工業で復帰試合を行い、プロレスを再開している。2009年4月にティネのウェブサイトにてアメージングレッドが復帰することが発表され、4月末に 復帰試合をしている。5月にスーサイドの持つ X ディビジョン王座に挑戦するが獲得できず、8月のハードジャスタスでディビジョン王座に挑戦できるナンバーワンコンテンダーズマッチに出場するが挑戦系を獲得できなかった。10月に再び X ディビジョン王座に挑戦できるラダーマッチ形式のナンバーワンコンテンダーズマッチに勝利し、 その勢いのままディビジョン王座保持者のサムア城を破り王座を獲得している。10月のバウンドフォーグローリーでアルティメイト X マッチ形式で11月のターニングポイントでホミサイドを相手に王座を防衛している。2010年1月のジェネシスでブライアン・ケンドリックを相手に再びタイトルを防衛したが2月にダグラス・ウィリアムスにタイトルを奪われてしまっている。 4月の試合中に負傷し、6月に復帰して、カートアングルと復帰試合をしている。9月にサンドディビジョン王座に挑戦するが獲得には至らなかった。11月に、ジェフ・ジャレットと MMA 形式で対戦するが、サブミッションで負けている。試合後に、ジャレットに、弟が挑戦するとアピールし、翌週ストーリー上弟のリトル・レッドを引き連れ、登場。 リトルレッドとジャレットは対戦し、勝利を収めている。しかし、リトルレッドやギミック上問題がありすぐに練り直され、トミー・マーサーは、クリムゾンとして登場している。4月に、フィゲロアは、マスクをかぶったルチャドーラーのサングリエントとしてデビュー。デビュー2戦目で、スーサイドと対戦して翌週再試合をしてから2ヶ月ほど、姿を消し、バックステージで活動していた。 7月のデスティネーション X のナンバーワンコンテンターズ、ウルトラ、X マッチにアメージング、レッドと出場したのを最後に8月に、ウェブのロスター欄からも消されている。2012年3月にローノジュースアニバーサリー賞に、登場、TJ パーキンスと組んで、マイケル・エルガンと、ロデリック・ストロングのハウス・オブ・ペインと対戦している。6月には、WWE のダークマッチに出場している。 ありがとうございます。